さてさ、ショコラでございます。昨日の動画でこの事情は説明したと思うんですけど、今は虫はいないです。多分ついでに、足回りの洗車もそのガソリンスタンドで行ってきましたよというところで、一応快適になりました。多分見えないですけど、今このアイビスミニがついているところのフロントガラスがね、すごいなんか汚い水を霧吹きでつけたかのような水垢がついてたんですけど、それもしっかりとやりました。まず濡れ雑巾で拭きまして、その後拭くピカをやりまして、でさらにもう一枚別の乾いたタオルで拭くという作業を行って、フロントガラスは蘇りました。ちょうど今お昼ですけど、車を乗る前にねミニのディーラーから電話が来まして、もうじき車検の予約日が近づいておりますが変更ございませんかと確認の電話が来ました。大丈夫ですと。ちょっとまだお金の用意というか下ろしてきてないから、お金の準備だけできてないけど、その他は大丈夫です。多分受付の人が電話してきてくれてるんですけど、台車のご用意が国産車しかありませんけど大丈夫ですかって言われて、大丈夫ですよ、何か逆に問題でもあるんですかって聞いたら、そこでやっと国産車ってなんで言うんだろうっていう意味が分かったんですけど、このウインカーとワイパーが逆なんですよね。なんかね、それで聞いてくれてたらしくて、あーなるほどと思って、今もう僕はパッてウインカーどっちって言われても考えちゃうんですよ。ウインカー左なんですよね。なんだけど、もうそれ知らずに今から右折しますけど、これもね多分言われても行動できないというか、なんか慣れなんですよね。止まる、ウインカー出す、うん合ってる、やっぱウインカー左だ。親切にねそれを気にしてくれてるらしくて、大丈夫ですって答えました。このミニに乗って、2年間左ウインカーだったものが4泊5日かなで、また右ウインカーに戻って、それでまたミニが帰ってきたら左ウインカーに、多分それを気にしてくれてるんですよね。無理に乗らないことですね、それはね。救急車ですか、ご苦労様です。もうじきですよ、この動画のアップの 2,3 日あとぐらいにはミニを預けるっていう動画ができると思います。このアイビスミニが今ついてるこの上のマウントを取り外さなきゃいけないんだね。あと全然話が違うんですけど、ワイパーも結構消耗してきてるんですよ。でこの状態で多分持っていくとワイパーも純正で変えられちゃうんだよな。多分オートバックスとかの方が安いと思うので、車検持ってく前に変えようかなって思いましたけど時間なかったです。ワイパーが基準以下だから車検通せませんとかあるのかな。しまったな、調べとけばよかった。今調べてももう遅いんだけどね。そんな感じでございました。というわけで残りあと1回2回動画が撮れるかなっていう感じだね。車検前のこのミニで、もちろん台車でもこの今つけてるマウントをガラスに貼り付けて、吸盤タイプなんでねダメージはないと思うので、台車にもつけてブラドラを撮ってみたいと思います。はい、ではシャコラでございました。また明日、バイバーイ。